こんにちは、みつるです。今の時期、役に立つ筋膜トリートメント美容編で今日はお話をしたいと思います。マスクをして過ごしていることが今年春ぐらいから日々すごい増えていると思うんですけど、マスクをしていると実はこの中は高温高湿度になって、あと、人に会った時に微笑みかけたり嫌だったりする表情というのは見せなくていいので、気がつけば顔の筋膜っていうのは意外にカチカチになっていることが多いです。マスクを外した時にうわ、ほうれい線が、たるみがっていうことが多いのを今よく聞いています。なので今日はそのたるみにとても効果がある自分で簡単にできる筋膜トリートメントをお話ししていきます。ではいつも言っているように全身の筋膜を整えてからたるみに入りたいと思いますので、壁にねゆっくり手を上げていきます。これで全身の筋膜、今日は顔のたるみの話なのですごく大事な箇所があります。頭、首、顔、これがたるみの原因になります。あと強いては腰、下に全部引っ張られていくんです。よく女性たちはたるんだ時に重力のせいよねって言うんです。あなただけじゃないです、重力かかるのはみんなかかります。紫外線も言います、あなただけ狙い撃ちはしないです。ゆっくり全身の筋膜をアイロンかけた後にたるみについてトリートメントをしていきたいと思います。はい、もうポカポカです。じゃあたるみってどこからたるむのって、一番はもう確かにここがたるんで、ほうれい線とかここもすごい鶏みたいになったりする時があるんですけど、もう今全部の筋膜を整えたので遠いとこからいきます。頭です。手をパーにして全部の指の第一関節の前のこの腹ね、これを当てます。ここのね、額から当てます。ゆっくりぐーっと後ろに向けて首の付け根ぐらいまで上げていきます。この時実はね、たるみにも効いているんですけど、女性気になるこの二の腕ね、私もかなり振り袖でした、プルプル、ここにも効きます。ゆっくり3回ぐらいやってみてください。気持ちいいです、目もすっきりします。でちょっと慣れてきたら、お化粧してない時はこの眉の上ぐらいからわーっと、この時コツがあります。浮かせないんですよ、こうぴっとりつけてください。ぴっとりつけて後ろに、気持ちいいです。この時背筋もピンとしてきます。お尻も上がります。バストも上がります。ウエストもくびれます。足もきれいになっていきます。3回から5回ぐらいやってみてください。はい、温まりました。そしたら次、首です。首にあるここに実はね、胸鎖乳頭筋って言って、胸囲の胸と乳の乳、乳が2つあるんです、バストはね。ここの筋肉を整えたいです。こういうの出てない人が世の中たくさんいます。この人恥ずかしがり屋なので奥に入るんです。こういうふうにね、うつむき影になったらこれが奥に入ってる人がいる。これを整えていきたいんですけど、探せないです。その時は自分でこうやってチョキ、耳挟んでください。耳挟んでこのまま鎖骨らしき骨があるところまでゆっくり下げて、はい、そしたら元に戻ってきた道をゆっくり、はい、ゆっくり、はい、まあ、2、3回でいいですね。で反対も、この動きって女の人すごく綺麗に見える動きです。いい女風です。よくドラマとかで、一昔前のドラマでイヤリング外す姿ってこうやって外してたんですね。こうやってしないです。女の人こういうの綺麗な動きです、ね、やってみます。で次におまけですけど、耳タブを下に引っ張ります。耳を横に引っ張ります。縦にします。で耳を折ってください。餃子で今度は丸めて、シューマイでチョキにして、でゆっくりこのチョキを後ろに向けて1、2、3、変な音がすると思います。ゴリ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 、それは筋膜がよれている音だと思っていいと思います。はい、これで首が整いました。最後は顔です。顔は自分の手のひら両方使ってこのままですね、このまま後ろに持っていきます。お化粧してるときはちょっと崩れると思うけど、してないとき選んだらいいと思います。でもう一度欲張りな人は最初の
頭をすれば顔がキュッと上がって血色も良くなるので、本当にファンデーションとかを塗らなくても、厚塗りしなくても大人になってとっても綺麗なツヤピカの肌が手に入ると思います。で、気がつけばこの私たち大人の年齢になるとフェイスラインなかなか出なくなるんです。フェイスラインが出なくなっても別に美容的にちょっと困るだけなんですが、健康の話をするとここが落ちていくと何か困ることが実はあるんです。それはここの口の周りの筋肉が動かなくなって、ご飯を噛み噛みごっくん食べることの咀嚼が難しくなったり、あと滑舌が悪くなるんです。私とっても健康番組とかよく見るんですけど、大人になったらこれが固まるので、何ですか、老化チェックとかで、やってましたけど、カカカカカっていう速い音が出せなくなるそうです。やってみました、できたから大丈夫です。ここの周りの筋肉も今の遠い頭、首、耳、顔ですね、この筋膜を整えることによって勝手に自分で勝手に筋膜が整っていきます。なのでコツはいつも言ってますけど、焦らずに丁寧に落ち着いて自分の筋膜は勝手に整っていくので、時間があるときやってみたいなって思うときにやるといいです。必ずやってはいけないのは力を入れない、揉まない、叩かない。頭叩くようになぜか私たちは刷り込まれてるんですけど、頭は叩かないです。撫でてください、気持ちいいです、ね、自分で撫でるだけでもオキシトシン、幸せ安心ホルモンがたくさん出てきます。今の時期すごく不安になることとかあると思うんですが、寝る前にやってみるとぐっすり眠れると思いますので、ぜひやってみてください。